たぞ、第七宇宙。ここが最後だ。貴様、来い。君の相手は僕たちだ。お返ししてあげる。十一宇宙じゃ随分とコケにしてくれたからね。お前はトランクスを早くしろ。取りつかれるなよ。何のことだ。お前たち何？強いんだろうな。まあいいや、少しは楽しませてよ。生き物の匂いがしない。こいつら人造人間だ。第七宇宙はなかなか強いよ、ハーツ。宇宙の種が育つにはいい場所さ。ん？おっと、やるね。第三宇宙もいい実験場になっている。戦闘民族サイヤ人の強靭な肉体が勝つか、それともビッグゲテスターで強化改造されたクーラが勝つか、存分に戦ってもらうよ。愚かしい。機械に姿を変えるとは。新たな力を手に入れたと言ってもらおうか。遊びはここまでだ。見ろ、これがゴールデンメタルクーラーだ。素晴らしい。
ーラーはオーバーヒートか。でもまあ、いいデータにはなったよ。姉さん、そろそろやろうか。そうね、オレン。合体層。厄介だな、重力ってやつは。いい頃合いだ。すぐだ、宇宙の種よ。最後はこの俺が決めてやろう。スーパードラゴンボールヒーローズ、戦いの魔の手はついに第七宇宙へ。宇宙存亡をかけて戦う人造人間17号Q の企みにより覚醒を果たしたゴールデンメタルクーラが再びカンバーに立ち向かう。さあ、君だけのドリームチームでドラゴンボールの世界へと飛び込め。キーソードロックを持つカードで敵のアビリティを封印しろ。スーパードラゴンボールヒーローズユニバースミッション9弾、7月11日稼働予定。始めるなら今、豪華ボーナスをゲットしよう。ついにハーツが本気になった。一体どんだけ強いんだ。次回スーパードラゴンボールヒーローズスーパーハーツ参戦、大地揺るがす全開バトル、絶対見てくれよな。